ダッシュでいこうぜ。どうも、竹谷でございます。刻んでいこうぜ。おでこの握り、パーン、パイナップルおじさん。大人気コーナー、シューズレビュー。ありがとうございます。じゃあ本日のシューズ、やっていきましょうか。お願いします。いきます。プスカーン、ペガサスプラスということで、うん、まずね、見た目に惚れたんです。かっこいいわ、うん、めちゃくちゃかっこいい。めっちゃかっこいいね。めっちゃかっこいい。デザインがまずかっこいいで、裏もなんかこんなになってんの。まずこのグリップ、めっちゃしっかりしてんなって思いました。ナイキのズーム X、 要はアルファフライとかペーパーフライに使われてるあの高反発素材、これがフルレングスで入ってます。でなおかつカーボンが入ってないから、前回で言う武田がさ、スーパーブラスト大絶賛したでしょ、うん、それのナイキバージョンみたいな、位置づけなんじゃないかなと思って僕は購入いたしました。なるほどね。履き入れもあのフィット感とグリップの感じすごい。あ、いいんだ。うん、なるほど。まずね、めっちゃくちゃフラット。そうだね、すごい。だからなんて言うんでしょう、やっぱりみんながさ、いいなっていうシューズって、うん、だいたい傾斜があるんですよね。はい、傾斜があって転がしてくれるから楽にこう走れるみたいなところがあるんですけど、うん、それがないと今あの見た感じで、うん、履いてみないとまだ分かんないんですけど、自分でしっかりプッシュして走っていくシューズっていうものになると思うので、めちゃくちゃトレーニングシューズだなっていうのは見て感じます、なんとなく。はいはいはい、はい、吉田の今言った通りグリップがしっかりしてる、うん、うん、そんな切れる。グリップがしっかりしてるっていうので、そのグリップが強いっていうよりかは耐久性があるなんていうのは、うん、めっちゃ履き潰せそう。ハリーポッター、よくわかったね。今ヘビ語喋った。ヘビ語喋ったね。ちょうど最近死の秘宝全部見終わったところ。耐久性がいいってことはやっぱりトレーニングシューズに近いのかなっていうのはあります、うん、はい。本日のハギー、何がいいと思う。俺もちょっと1個思いついちゃった。え、何欲しい欲しい。はい、いいよ、いただきます。見てください、このソール、縦にするとミニ四駆のコースみたいなんだよ。なんか今ヨシキさんらしいですね。ミニ四駆のコースっぽいね。ミニ四駆のコース、確かに確かに、はい、武田の思うハギ。見てください、この赤い線、縦にすると赤道みたいですごく興奮するんだよ。赤道赤道は負けだ。面白い。てかさ、うん、あいつさ、いや俺さ、うん、あいつが言っちゃった。僕 MDC 行ってきて、大阪の、そうです、そうです、 400m してきたんですけど、多分それ先に動画が上がってるんで、ぜひ皆さん見てください、はい、落合くん、日本記録出した高校3年生の子いるじゃないね、うん、そうそう、あの子と会ってきて、え、あ、そうそう、いたのよ。え、動画出てる。ご挨拶して、写真だけ撮ってもらったの、うん、落合くんついての動画を鍵出してた、うん、進路先が決まったと書いてあって、大丈夫こんな動画出してみたいな、鍵さん、どっかから聞いた話みたいな、その、はいはい、世間に出てないみたいな感じの出た方、再生数めっちゃいくやん。コメント読むよ。不確かな情報発信して大丈夫なんですか。ああ、正式に発表されてないのにあげないおいても選手を守るためにも大丈夫。ええー、そうそう、じゃあお前どうしたのと思って、うん、そんな選手もね、うん、見たら言えたらそんな萩落合君の不確かな情報を発信して、まあこうつつかれてますけど、僕確かな情報あります。お何、落合君の、これはもう言っていいのか悪いのかちょっと分かんないんだけど、落合君の好きな YouTuber ガードマンらしい。やれ、こいつ弱、面白い。何 YouTuber 見てるのみたいな、カードマンすかね。高校生らしいね。そうそうそう、これはもう確かな情報なんで、確かな情報ね。これはもう、はい、これは大丈夫です。確実です。これでコメント欄さ、そんな情報出していいんですかみたいな、出したら相当おもろい。逆相当おもろい。弱、面白かった。十分これからの期待してほしいというところで。なるほど、うん、手前気のようにシューズしてということで、うん、そんな感じで、うん、赤道が通ってることが判明したということで、はい、判明しました。名前もさ、シンプルで覚えやすくてかっこいい。いやでもなんかアシックスもプラスだなんだって言ってるから、うん、確かに分かんなくなりますね。どっちでも分かりやすいとか流されやすいとか、流されやすいのか聞いてないのかどっちか。まあ聞いてないんだろうな。いい回さーねー。うん、いい香り、うん、美味しい。マジで、うん。やばいやつ、やばいやつ。モザイク、モザイク、ダメダメダメ。見え出した、見え出した。見えてる、見えてる。表現力がすごいんだよ。危ない！ペガサスプラスで、いきましょう。参りましょう。
ダッシュで行こうぜ。そう、全然言うの忘れてたけど、うん、そなた全長お疲れ。すごいね。すごいよ。中3で4分2 4分3秒66。めちゃくちゃ把握してるやん。いやいや、さっき見た。知らないです。応援します。まあな、同じアミノサウルスのパーティーだからな。何？いやいや、そなたもアミノサウルスから提供もらってる。あ、そうなの？そうです。お前全然知らねえじゃん、そのあたりのこと。お前タイムも俺から聞いて早いとか言って、お前俺よりそのあたり知らねえじゃん。じゃあちょっと入っていきまーす。はーい。フラットフラットだな、やっぱりな。うん、このクッション感、うん、音聞こえるかな。ガクッて噛む感じね。この道路を、はいはいはい、タイヤが通ってるかのような。そうそうそう、多分聞こえてんだけどセミの音で台無しです。この噛む感じがすごくなんか好きですね。あー、いいねいいね、うん、やっぱグリップ大好き芸人だからな。そうそうそう、ヨシキさん、白さと太陽の光で完全にエンジェルコマンドです。アルカディアスです。最強の光弁明、はいはい、バトル出たら相手の猛者全部あのタップ状態、タップ状態です。それホーリースパークで。癖がない。癖がゼロ。あー、癖がゼロ。意外にズーム X の高反発は発した感じであんまり分かんなかったんですけど、うん、なんかそれはそれでいいのかな、うん、高反発がない分、うん、足持ちがいいのかなって思う、うんうんうん、ちょっともう一本いくわ。あ、分かりました。もう一本いってさらにね、うん、はい。大迫傑のアップ。どうすか大迫さん。そうだね、悪くないね。悪くないよね。トラタの全長お疲れ様って言ったら、お前大迫さんのパリオリンピックお疲れ様って言っとけよ。お前ちゃんとバカが。お前お疲れ様、パリオリンピックお疲れ様です。スピードが出るっていう感じではない。なるほどね。本当になんかポイント練習の下の練習まで、うん、足作りとか、うん、距離走、はいはい、ロングジョグ、テンポアップまで、はい、意識づけで使うシューズなのかなっていうところですね。ヨシキさんの力的にはじゃあ4分とかまで。4分とかまでなら全然いけると思う、うん、無理なくね。フラットだから、うん、そこが一番こう練習で活かせる。シューズにアシストされないから、うん、シューズによって走り方って結構変わっちゃうんですけども。変わりますね。それがない。しっかりこのシューズでジョギングだったり距離走だったりを回数を重ねることによって基礎が出来上がるかなっていう。なるほどね。履いてみたら分かるんだけど、夏とかスピードとか質を求めないでしっかり足作りしたい人はこっちでいいんじゃないか。なるほど。必要な人にはちゃんと刺さるシューズになってる。うん、めちゃめちゃいい。ダッシュで行こうぜ。この紐をギュッてやっただけですごいホールド感がめっちゃいいの分かる。確かにホールドはすごいかもね。立ちます。はい、うん、あー、分かりました、分かりました、分かりました。普通。最後までご視聴ありがとうございました。お前さ、俺がさ、めちゃくちゃさ、こう普通っていう言葉をさ、よく伝えるためにめっちゃ喋ったのにさ、まあそれでいいんだよな。そうなんです、いい意味でめっちゃ普通なんです。あ、すげえいい言葉、うん、思いついちゃったかもしれない。近づかないで。足を使うけど疲れないシューズ。足を使うけど疲れないシューズ。出ました。今日もやってるわ、さすがだわ。ないかな。そうだ、ちょっと待って。足を使うけど疲れないシューズ、うん、ああいいですね、うん、はい、うん、これですね。冒頭でお話しした通りトレーニングシューズに合うのかなっていう感じです、うん、はい、まあ、以上。ちょっとちょっとフェードアウトしないで戻ってきて、戻ってきて走れまず。俺もさ、最近武田がさ、シューズレビュー武田さんすごいってこうもうめちゃくちゃ評判がいいの。あー、はい、どうぞ。めちゃくちゃ評判がいいんですけども、それに負けないように俺もいろいろ今喋ったんだよ。それを一言で片付けやがった。でもそれでいいんだろうな、きっと。走りやすい。あ、本当に？うん、うん、だそれはしっかり俺が全速部分で設置できるから。うんうんうん、うん、だからできないやつは無理です。そんなさ、今の嘘で、うん、ちょっとじゃあそれ伏線回収したいんですけど、うん、全速部分と同じグリップがかかとにもあるんですよ。っていうことはね、うん、
かかとで設置してもいいよ。ジュニア選手とか前の方で設置できない選手いっぱいいるんで、うん、これはもう言い続けます、うん、筋力のなさとかいろいろあるんで、速くなりたければできるように努力していくのが大事なんですけど、今はできない選手でもかかとでしっかり設置しても恩恵がもらえる感じは歩いててわかります。はい、お前すごいな、うん、トレーニングシューズとして女子さんが足を使わないでその前の方で設置したい、それを研ぎ澄まさせるための練習ももちろん最高だし、日々ねカーボンシューズで足を使ってしまう選手とかもかかとでついてしまう選手もトレーニングシューズとして使うのも全然 OK、うん、それぐらいしっかりズーム X も反発反応してくれる、うん、反発って感じじゃない、いるなっていう、はいはいはい、反発は優しさを感じるイメージです。何よりグリップがしっかりしてるんで、うん、かかとから入ってこうつま先で抜けていく時も全部こうグリップがグーってこう、うん、全部やってくれるんで、そういう選手でも気持ちよくジョギングはできるんじゃないかな、トレーニングシューズとしてめちゃくちゃいいなっていうあります。今の走りやすいって言ったのは結論どういう意味かっていうと、短距離選手もいいよっていう意味です。やっぱり短距離選手は確実に絶対つま先の方で設置しなきゃいけないの、それはもう絶対です。なのでそこで走るとグリップもしっかりしてるから、それはそれでこう走りやすいんですよ、ね、なのでまあ値段が高い以外はやっぱおすすめできます、ね、うんうん、やっぱフォルムもかっこいいし、フラットで地足もしっかり鍛えられるし、なおかつズーム X の優しさ、程よい反発感があるので足も優しい、だけど値段が高いのでこれが全部パーンとこうなくなります。いや、なくならないです。2万円でもこれ1個だけおすすめできるのは、シューズの替え時ってアッパーが破れたりふわふわ感がなくなってきたりとかもあるんですけど、うん、一番最初はアッパーかな、みんながこう考えちゃうのは親指出たり小指出たりしたら嫌じゃないですか、うん、次に来るのが多分ソール、ここのグリップが剥がれちゃったりとか、擦れたりね、そうそう、擦れてなくなって、うん、もう全然なくなったよみたいな、うん、いうのでこう買い替える瞬間ってこう出てくると思うんですけど、グリップは多分すごく持つと思うこれ、うん、やっぱグリップもアッパーのこの感じも耐久性は多分めっちゃいい、いいよね、うん、この耐久性で2万っていう認識でもいいんじゃないかってぐらい、ああそうですね、うん、いやおっしゃる通りです、うん、今の吉田の言葉が全てなんですけど、2万層もしかそれ以上の耐久性だから、2年間で1万円のシューズを2足買うのか、2年間で2万円のシューズ1足買うのかところの感覚かな、うん、2倍は言い過ぎかもしれないけど、無理なんだって。ちょっとは気すんだ、もう言っていいんすかね普通に。何か暴走族みたいにいるじゃん、うん、ずっとうるせえなと思ったんで言っていいんかな。東京卍会入ったら弱そうなパンチ本当に、はい、怖いんでやめてください巻き込まないでください。はい、ということで本日デビューしたシューズはペガサスプラス、皆さんの期待に応えられるシューズもあると思いますので、店頭で履いてチェックしてほしいと思います。チャンネル登録、高評価、コメント、打ち首よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。意味わかんなすぎ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。